女債校は中華人民共和国の軍人。総政治部主任、中国共産党中央政治局委員、党中央軍事委員会副主席、国家中央軍事委員会副主席を歴任。最終階級は上昇。女債校1943年、満州国時代の法天省また県に生まれる。1963年8月、人民解放軍に入隊。 1963年8月から1968年12月、ハルビン軍事工程学院電子工程系で学ぶ。卒業後、陸軍第39軍の農場で働き、1970年3月、吉林将軍区独立師団第3連隊、第2大隊第6中隊に配属。1971年4月、中国共産党に入党。 1971年6月、新洋軍区守備第3師団砲兵連隊第1、大隊第2中隊副指導員。1972年8月、吉林将軍区政治部幹部、副所長。1980年10月から1982年8月、解放軍政治学院、土川君藩で学ぶ。1982年8月、 吉林省軍区政治部幹部署所長。1983年5月、吉林省軍区政治部副主任。1984年12月から1985年8月、信用軍区政治部軍工部部長。以後も政治将校として昇進を続けた。1985年8月から1990年6月、陸軍第16集団軍政治部主任。 1990年6月から1992年11月、第16集団軍政事院。1990年、少将。1992年から1993年、総政治部主任女理。1993年、中将。1993年から1996年、総政治部副主任兼、解放軍法者社長。 1996年から1999年、最南軍区政委員。1997年9月、第15回党大会で、党中央委員会委員に選出される。1999年9月、第15期4中全会において、中国共産党中央軍事委員会委員に、増補され、総政治部常務副主任に任命。1999年、 上昇に昇格。同年10月31日、第9期前人大常務委員会第12回会議において、中華人民共和国中央軍事委員会委員に、増歩された。2002年11月、第16回党大会において、党中央委員に再選されるとともに、11月16日の第16期一中前会において、党中央軍事委員会委員、 党中央初期どころ初期に選出された。同年11月、総政治部主任に昇進。2004年9月、総政治部主任を退任。同年9月19日、第16期4中前会において、保近党が、党中央軍事委員会主席に選出されると、同委員会副主席に就任した。2007年10月、第17回党大会において、 党中央委員に再選、中央政治局委員となる。党中央軍事委員会副主席にも再任され、党中央初期どころ初期を退任。2012年11月、第18回党大会において、党の全役職から退いた。後、収賄の容疑で、習近平総書記指導部により訴追された。暴行が悪化したため北京市内にある人民。 解放軍付属の病院に入院していたが、2015年3月15日、多臓器不全のため死去。71歳没。2014年6月30日、中国共産党中央政治局の会議で、女裁校の投石を剥奪すると習近平総書記が発表した。共産党指導部は女が、収賄行為に関わったと認定し、検察部門による訴追を決めた。 中国人民解放軍総工勤部元副部長の谷俊山から多額の賄賂を受け、自宅に金塊や大量の高級酒を所蔵していたという。報道によると、末期の膀胱が癌の療養中の女は3月中旬、北京市内の病院から連行され、妻と娘も同日に拘束された。また、2013年、 香港で100億香港ドルを資金洗浄しようとした20代の女性は女の関係者とみられる。香港金融管理局に発見された後、彼女は約半年間収監されたが、2014年3月に女最高の娘や人民解放軍中香港部隊の手助けで3000万香港ドルの保釈金を払い、中国大陸にくぐり抜けたと報じられる。ありがとうございます。